お姫さん、いらっしゃい。そろそろ定例の御前試合だって話聞いたかい？はい、秀吉殿も御前試合に出場されるのですか？そりゃあ当日までのお楽しみだ。そうですか。信長様のお命を狙う者が捕まらない以上、まだまだ気を抜けない。お姫さん、俺のところに来た時くらいは背負わず気負わず楽しんでいってくれ。秀吉殿、どうして見抜かれてしまうのだろう、この張り詰めた気持ちを。お気持ち嬉しいです。ありがとうございます。ふん、ますます気を引き締めたって顔してら、難儀な子だな。やはり御前試合の前に交流をする気になれない。今日はこれで失礼しよう。でもその前に秀吉殿に一つだけ尋ねたいことがある。秀吉殿、この間のことですが。殺す相手のことを知っておいた方がいいだろう。うん、この間な、あの添い寝からあんたの髪の香りが夢の中でも鼻腔をくすぐってさ。いつもの秀吉殿だ。そちらではなく、敵方の情報を記した書物の件なのですが。ああ、あれなら無事に覚え終わったよ。まだまだ頭に空きがあるから、ぜひともお姫さんとの思い出でいっぱいにしたいね。分かってはいたけれど、秀吉殿の心を測るのは生半可なことではない。殺す相手のことを知っておいた方がいい。あの言葉の意味、私なりに一度しっかり考えてみよう。秀吉殿、今日はこれで失礼いたします。せめてこの花だけでも置いていこうか。お姫さんからか。可愛いことしてくれる。よう、ここにいたか。邪魔していいかい。ちと話したいことがあるんだが。今述べた考えは机上論だ。いわば俺の妄想。確たる証拠がないのに相手を追い詰めるような真似はしたくない。だがお前が手を貸してくれるなら、その証拠必ずつかめると思ってるよ。安土の月に雲がかかれば人心が陰り、凛と咲く花もまたしおれちまう。それは耐え難いことだ。考えておいてくれ。決断は早ければ早いほど助かるがな。あの傘の人物、それから九段の密書、御前試合で全てがわかる。こうして考えていても仕方がない。もうこんな時間だ。とりあえず一度屋敷へ戻ろう。庭園に人影、あれは秀吉殿。少しご様子が、まるで何か思い悩んでいるよう。もしや勘兵衛殿の。いや、これは私も確証を得ていないこと。むやみに探りを入れて橋場陣営に波風が立つようなことがあってはいけない。他に私が思い当たるとすれば。だが戦が避けられねえこともある。その時に殺す相手のことを知っておいた方がいいだろう。四国攻めのこと？お、お姫さんかい。
秀吉殿。夜陰に紛れながらもその光のなんとキラキラしいことよ。全く普段通り。でも心なしか顔色が優れないように見える。こんな時間まで見回りかい。秀吉殿こそお一人で何を。何か悩んでるようにお見受けしましたが。うん、そろそろ決め手を打つ頃かなと思ってたところだよ。決め手。そう、お姫さんと俺の恋仲事情。もうだいぶ噂も広まってる。あとはとどめの一撃があれば皆認めざるを得ないだろう。間違いない、はぐらかされてしまった。どうしてだろう、胸がモヤモヤする。お姫さんもそう思わないかい。はい。ちゅうわけで一緒に風呂でも入ろうか。はい。え、今なんて。わーい、現地取っちまった。そうと決まりゃクンズほぐれつ風呂天国だぜ。待ってください、さすがに無理です。いやいや、やってみたら意外とこんなもんかなんて思えるわけがありません。し、裸の付き合いともなりゃ家臣たちももろ手を挙げて祝ってくれると思うんだがな。だからといって極端です。まあ共に入るかどうかは別として、屋敷の風呂は風呂好きの俺がこだわって作らせたものだ。一見の価値があると思うよ。あんたにも自慢の露天で行こうてもらいたいんだが。どうしよう。見に行くだけでしたら、先ほどの思い悩んでいたような秀吉殿の様子が気になる。尋ねる機会が得られるかもしれない。おう、そう来なくちゃな。お一人様ご入湯。入りませんので。お帰りなさいませ秀吉様。風呂の準備が整っております。姫様、いらしておいででしたか。俺たち一緒に風呂に。入るのはまだ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 早いとお話ししていたところです。さようでございましたか。秀吉様、無理強いは武士として恥ずべき行為ですよ。心得ました。じゃあ佐吉と一緒に。いいえ、お一人でどうぞ。佐吉はまだ書き物がございますので。いやいやい、恋人も故障も冷たいときた。冷たいですか。では風呂で温まってくださいませ。さあどうぞ。なんか二人とも前にも増して結託してねえか。真夏なのに心に空っ風が吹くぜ。そんじゃお姫さん、悪いが一っ風呂浴びてくるからくつろいでてくれ。寂しげな後ろ姿、半分は演技かもしれないけれど。演技か。私を風呂へ誘ったこと自体演技の一環のような気がする。秀吉殿の考え事から話をそらすための。なんだか、なんだか腹立たしくなってきた。誰にでも明かしたくないことくらいあるはずなのに。仮初めの恋人でしかない私がもどかしく思うのは筋違いだろうに。けれど気になる、知りたいと思ってしまう。あの姫様、お顔を曇らせてどうかなさいましたか。佐吉、お願いがあるのですが。佐吉か。いいえ。お姫さん、こりゃ嬉しい驚きだ。で、服着たまんまか。脱いでくると思いますか。まあ思いませんな。佐吉に場所を聞いたのかい。はい、気持ちが良さそうですね。だろう、これぞ極楽。
体の芯から温まるぜ。これで隣に愛しのビキの微笑みがあった日には。風呂と寝所では開放感ゆえに饒舌になりがちだと聞いたことがある。秀吉殿、わかりました。湯に入ります。ああ、そいつはいいや。いや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 、なんだ、どうしたお姫さん、熱でもあるのか。秀吉殿が入れとおっしゃったのではありませんか。忍びとしての任務だと思えばいい。これくらい大したことでは。お姫さん、手が震えてるよ。後悔したくなけりゃそこまでにしとけ。秀吉殿。代わりと言っちゃなんだが、よけりゃ背中を流してくんねえかな。背中？そうそう、裾が濡れるからちと託し上げなきゃならねえが。それは大丈夫です。後ろを向いていてくださいね。はいはい、下は湯に浸かってんだから別にいいじゃねえか。秀吉殿、下品です。あ、すいません。あちち、暑かったですか。申し訳ありません。お姫さん、お姫さん、背中をフーフーして冷ましてくれても。あち、暑いくらいがちょうど良いのです。しかしお姫さんに背中流してもらう日が来るなんて、生きててよかったぜ。いや、本当の話、なんちゅうか疲れが吹っ飛ぶよ。俺はだけどな、あんたの立場で考えたらここまでするほどのことかい。たかだか俺の真意の一つや二つ、そんなもんのためにさ。なぜ。そりゃあんた、さっき明らかに納得できねえって顔してたから。あれは俺のやり方がうまくなかった。ごめんな。いいえ、気にかけてしまったのは私の勝手です。でもお嫌でなければ聞かせてください。考えていたのは四国攻めのことでしょうか。四国攻めか。この間秀吉殿が言ったこと考えてみたんです。殺す相手のことを知っておいた方がいいって。あれは自分の行いを戦の業を覚えておくためではありませんか。うん、手にかける命がどれほど尊いか心に刻みつけることで、秀吉殿は戦の折数百数千の痛みを感じようとしている。違うでしょうか。あんたすげえな。あの一言でそこまで深く考えてくれるとは思わなかった。半分当たり半分外れかな。確かに最初は自分の所業から目をそらさないために始めたことだった。俺の目指すものが多くの犠牲の上に成り立つことを忘れまいと思ったよ。だが最近の戦においては、あの情報収集ももはやただの習慣に近いと思う。いちいち痛みを感じていたらやっていられない。鈍く残酷になった。秀吉殿。とまあそんなところか。女には戦周りの深刻な話なんざしねえようにしてたんだが、あんたが俺を知りたいと言ったのを聞いて、ちと知ってほしいと思っちまったんだ俺のこと。恋は温かくて輝かしいもんだが、
それだけじゃない、人間の内面と同じだ。覚えておいて損はないよ。あんたは優しくてつけ込まれやすそうだから、なおさらだ。しんどいこと言って悪いな。お姫さんには障害を超えて一世一代の恋をしてほしいんだ。あんたほど幸せな未来が似合う子もいないよ。ありがとうございます。私と秀吉殿の未来は重ならない、それが前提のような話し方、当然なのだろうけれど。じゃ、この話はここまでだ。遅ればせながらこの風呂についてご説明オーバー。ここは家来衆にも人気でな、もちろん佐吉も愛用してる。最近一緒に入ってくれねえけどさ、あんたもいつでも入りに来てくれ。何しろ疲労回復に効くと評判の姿煮の湯から。なぜ胸が痛むの？一つ秀吉殿の本心を聞くことができたのに。秀吉殿が以前言っていた通り、人と心を通わすことはなんて難しいのだろう。姫様、お部屋にお戻りですか？お糸さん、どうぞ。先ほど姫様宛に贈り物が届きました。どうぞお受け取りください。風呂敷包み？はい、こちらに文もございます。使いのものは長浜城から来たようですわ。長浜城、秀吉殿のご両親がお住まいの城だったはず。それでは失礼いたします。ええ、ありがとう。署名はなんか秀吉殿のお母様からだ。お姫様、突然の文をお許しください。先日は困っているところを助けてくださり本当にありがとうございました。あなたは外枠に左右されず物事の根っこを見ようとする方、とても心を打たれました。出過ぎたことかとも思いましたが、どうしてもお送りしたいものがあります。かなり昔に秀吉が実家に訪れており、初陣だかなんだかの後だと思いますが、その頃に置いていったものです。あなたに持っていてもらうのがいいと思いました。もしも秀吉に添うてくださる気がありましたら、どうか開いてみてください。では秀吉にもよろしく。失礼します。真心のこもったふみ、お母様は秀吉殿と私が本当の恋仲だと思っていらっしゃる。申し訳ない。今の私にこの包みを開ける資格も覚悟もない。よ、何の用事だい？決意の宿った目だな。それじゃ俺もお前の思いに応えにゃならん。どれほど過酷な話でも受け止める。聞かせてくれ。